色をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。1番のプレイヤーが発言します。ああ、最初か。まあちょっとたまには1周目から占い師霊能者ちょっと出てみませんか。1周目に占い師霊能者出て盤面固めて、もう信用勝負がっつりやって、まあ占い、新占い師の人はもうちょっとがっつり芯取って護衛もらって一発で狼当てる。これが一番高い、強いと思う。まあ本当はどんな方が強いとは思うんだけど、まあちょっと今回一周目から出てきてそれでいきませんか。だからこの提案をします。でもし一人目の占い師出てきたのをちょっとその人精査してほしい。この人新目がある、偽目があるっていうのをちょっと占い師の精査も一周目からつけてたら結構ラインって見えるんじゃないかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。霊能です。霊能。一番さんがそのたまにはっていう用語を用いて、その霊能であり占い師をね、僕は鈍信仰よりも一周目からどんどん、出て、しっかり単体精査を行う方が強いと思ってる派なので出たんですけど、あまり一番さんの中で鈍信仰の方が強いって分かっ、実は強いっていうのは分かりつつ、結局単体精査どうのこうのって結局そのどっちが強いとかいう、なんか一番の中で整理ができてないなと思ったのが一番ですね。なんか一番さんはその鈍信仰の方が強い、実は強いっていう発言をしてるんですけど、今回はそれでいきませんか、その方が強いと思うんでって、結構自分の言っている中身が矛盾してるなと思いました。これは別に人外陣営とか村人陣営でとかではなく、単純に矛盾してるなって思ったのが一番さんです。ちょっと場所悪いんで乱してかけれるか分かりませんけど、みんなの話していきます。3番のプレイヤーが発言します。どうしたんすか、たくまさん。たくまさんらしくないっすよ。僕はドーンが強いと思ってます。ましてやたくまさんがトップバッターで、ドーン提唱しないのは僕は嫌です。まあ、2番から霊能出てきてしまった以上、はい、霊能はしょうがないっすもん、はい、2番について、触れないでください。4番以降無意味なんで、時間が、はい、占い師は焦ません、はい、なので、はい、占い師は、2週目の、1番さんのタイミングで出ましょう、はい、僕はドーンが強いと思ってるんで、はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。占い師出ちゃいますね。1番さんにランダム白揃ってますもん。1番さんがもう白って分かってるんで、ちょっと出ちゃいましたね。まあ、強靭もあるかもしれないけど、ちょっと、いつも鈍進行だからね。気になってるのは3番さん。なんで2番さんに連絡、2番さんがまだ連絡してないのに、2番さんには触れないでくださいって言ってるのはちょっと気になったかな。で、名前、1番さんの名前もちょっとなんか、表示アピールしてるのかなって3番さんには思っちゃったかな。だから現状3番さんが一番印象悪いかなって思ってる。で、3番さん自身なんか一人の精査そんなにつけてないところがちょっと気になってるので、私は3が一番気になる1。あ、2番さんはね、矛盾してるって言ってるけど、いや、鈍信仰強いって分かってるけど、たまにはいいんじゃないって1番さん言ってるから、そこはちゃんと、1番さんのことを汲み取ってほしいかなって2番さんには思ってるかな。霊能者だったらね。うん、以上。5番のプレイヤーが発言します。いや、わかる。2番って、なんかすごくまっとうなことしか言ってないし、普通に2番神だなと感じて、それをこの村に落とすべきだと思ってるんだよね。その思考ってものを。だから3番が2番に触れないでっていう、2番神で見られたくない。だから対抗で出てきてくれって言ってるようにも思えるんだよ。強人に対して。3番の人狼って終えるし、4番がなぜか知んないけど3番が強人だ。それだけで3番が1番の名前呼びしたってだけで、3番強人見て3が気になってるって思考が全く意味のない落とし方だなと思ってるから、4番が偽だと思ってる。1番の強人追うとき、1番の強人も4番と追ってたんだけど、だったら潜伏一択だと思うから、4番の出方が信っぽくない。だから対抗が出たらそっちを信じるのかなって思ってる。対抗の発言次第ですけど、
もうこうやって出ちゃってるんだから出たらいいと思うけど、だから3番がそれでなんか潜伏流してる意味もないよ。もう1番2番が出ちゃってるんだから、1スムラスカシ2番霊能って立ってるんだからもう潜伏してる意味じゃない。だから3番4かなって思う。6番のプレイヤーが発言します。4が偽だと思っていて、なんか4って3が怪しいって、その3が怪しい理由が名前呼びしてるから強人アピって言ったけど、全然その論っておかしくて、まあ、俺も3おかしいと思ってるんだけど、その要素の取り方がまず4番っておかしくて、でしかも4番って多分1番が占いないの透かしてるから4が1に白を打ったんじゃないかなと思ってて、僕は3をおかしいなと思った理由は、3って鈍信仰が強いって言って、で1番さんの矛盾っていうか発言矛盾にも触れてるよね、3番なのに1番さんに対して疑うというか、人狼陣営なのか、あ、人外陣営なのか村人陣営なのかっていう精査を落とさなかった。3番って1番の矛盾に触れてるのに、だから僕は3を怪しいと思う、人狼だと思っていて、4番さんの3番の精査が不当だった、その要素の取り方がおかしい、で1番さんが占いないのを透かしたから4番が1白を打ったんじゃないかなと思ってます。3、4人狼かなって思ってます。7番のプレイヤーが発言します。まずね、6番が3番にそれ求めるときって、6番が1番をどう見たか言及した上で、村か人外かの精査を落とした上で、はい3番さんそれできましたよね、私はできますよ、なんで落とさないんですかって言うべきだと思いますよ。6番自身が1番にノータッチなのにさ、それを3番に求めるってめちゃくちゃ不当だけどね。まあただね、4番を人外で見る目線は5、6と一緒なのね。でも俺は3番が別に怪しいとは思ってないのね。なんかね、4番さんの、まあ4番が狼の時5、6でライン切りしてるのか、はたまた4番狼でそれを補足してる5、6、白、白なのかまだわからない。けど4番さんはね、3番強人っておいて、最後に怪しいって発言に変えたのよ。強人で見てるでしょ。それ怪しいなって思うっていう。ちょっとね、ちょっと、あ、強人で落ちちゃった。まずいなって。あ、ちょっと狼も含ませる発言しなきゃいけない。怪しいって言わなきゃってなっちゃってますよね、4番さん。8番のプレイヤーが発言します。私はシンプルに4番さんが1強人を追いながら3番さんにも強人を追ったのが不自然だと思ったから、4番さんがちょっと偽っぽいなと思ってる視点があるんですね。なんか絶対に偽だって主張が5番さん6番さん 7番さんは分からないけれど言ってたけれど、そこじゃない気がするんですよね。1番さんに強人を塗りたくって3番さんまで強人を塗りたくってる視点がちょっとおかしいなと思ってましたくらいですかね。まあ4番さんが死んだったら相当ストレス抱えてると思うけれど、そのぐらいちょっと偽っぽく感じてるっていうのが多分5番6番7番と同じ視点だと思ってて、まあ6番さんが3、4ローローって言うのは早いと思いますよ。まだ6番さんの位置だと7、8、9っていう後続がまだいるから、だから3、4ローローは早いかなと思いました、6番さん視点で。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師で8番白です。8番白です。ね、4番老起点で見た場合は5番は繋がりづらいかなって思ったんですよね。5番の4に対する殴りって理由も割と正当だったし、ライン切りにしてはやりすぎかなって、4の締め落とすが落ちるようなレベルの殴りをしているので、だから4の直後の5番っていうのは4号ラインはあまりなさそうかな。これ4老起点の場合ね。で、4が3に対して強靭っていう風に置いたのがちょっと気になってるのね。1の囲いに関してはまだ分かんないんですけど、まあ、3、4はあり得るかなっていうレベル。6番が言ったようなむちゃくちゃその3、4に見えるっていうのはないんで、まあ、単体で気になるのは6番なんだけど、ただ4番が3番に対してライン切りをしたけど釣りたくないから強靭で置いたっていう線はあるかなとは思ってる程度ですかね。1番のプレイヤーが発言。はい、じゃあ95秒でいこうかも。これ8番さん人狼でしょ。8番さん人狼でしょ。ああ、もう一人出た。ね、多分これ4番さん強人だと思う。4番さん強人で自分ご主人と思って白打った。4強の8、9ローローの6神社。え ?6 も8白なの?マジか。ね、8番さん狼に追った理由なんだけど、8番さんって3、4には見えないって。
言って6釣り寄さないんだよね。3、4には見えないから、そこを追ってる6番さんが人狼でしょって釣り寄すのが普通かなと思うのを、釣り寄してない時点でなんかヘイト変えたくないんかなと思ったから、8釣り1だなと思ったら9が8白打って出たんで、ああこれ8、9ローロだと思ったら6出てきて8白か。困ったねこれ。俺8ローだと思うんだけどな。新ローロもあんのかな。どうする、今日8番さん勝つのありかな、ない、2番さん8釣り初日。2番のプレイヤーが発言します。いや、8釣りはないですね。あんまり8番に狼目を感じていなく、4番が、まあ、偽か真かはまだ分かりませんけど、4番がその真だった場合のことを懸念し、5番、6番、7番と同様の意見を持ってるけど、4番をフラットに持っていこうとした人物なんです。8番が狼だった場合は、まあ、その6番が出る前から4番が真軸でしかありえなくて、要は4番が狼、8番が狼とか9番、8番狼やった場合って4番をかばう必要性がないので、8番はそのまま4番乗っかってね、5、6、7に乗っかって4番を殺せばいいだけなんで、あんまり8番に狼目を感じてないんですよね、4番が新強ローどれであっても。で、6番が3、4ローで見た視点が、俺5番の意見に、5番さんが真っ当な意見、要は理由を伸ばし、しっかりとね理由を伸ばした5番さんに対し乗っかったように感じちゃったんですよ。6番が8白持っている状況下で、3番、4番対抗が狼軸で考えた時でも、3番を SG に持っていこうとしている4番狼像って、まあ、見えなくもない、まあ、3、4ローもまあね、見えなくもないと思うんだけど、占い持ってる時の視点では早すぎるなと思ったのが6番さんですね。まあ、4番は2周目でいいと思ってて、現状どう見えてるかしっかりと考えてください。占い3択自由なとこ入れてもらって構いません。今回ね2択とかに指定しないんで、4、6、9自由なとこ入れてもらって構いません。はい。3番のプレイヤーが発言します。一番人外でしょう。8から吊る進行、じゃあ仮に8黒めくれた場合に、6、9は偽ってわかるよね。うん、だから1位ご主人の、4強かなって思ってます。はい。なんで、6級は進路かなって思ってます。はい。まあ今の1番引っ張りで俺4番進切れるかなと思ってるから、4番が1日目、生き残ってるんだったら2日目は俺4番行くぐらいかな。はい。4番の、なんだ俺のさ霊能について触れなくていいって触れなくていいでしょ。だって霊能なんてさ通称になったらさ、大体みんな釣り切りますとかって言うんでしょ。だから霊能について触れる時間なんて無駄なんだから、そこは怪しいとかって言われても、そこ組み取りが4番ってないなと思ったから、はい、思ってます。1番についてもあの同進行やめましょうって言ってて、それに対して何を触れればいいんですか、4番さん。はい。俺は4行きますけどね、普通に。はい。4番が、もし生き残ってたらどうぞ俺のこと占ってください。はい。4番行きます。4番偽です。はい。6級どっちかが真、以上。4番のプレイヤーが発言します。3番さんって、6番さんとかにも叩かれてる、なんで私が偽って決めてるのかちょっと分かんないかな。1がなんか人狼っぽいからって、6からも叩かれてるから、3目線って私が強人なら6、8の真、どっちが真とか言わなくちゃいけないですよって思ってるますよ。で、6番さんは、私6番さんが人狼だと思ってるんですけど、6派生で、3、4がつながるって、私って3番さんのこと釣りをしてるから、釣りをしてるから3が怪しいって言ってるからね。うん。
そこで6波線3、4が見えるって言ってるのおかしいから、まあ、6、3のライン切りとかもあるんじゃないのかなって私は現状思ってる。で、私が、これランダム白だからさ、それで私がなんか偽に思われるの結構不当かなって思ってるかな。うん、唯一2番さんだけなんか普通の人っていう感じで。うん、で、8番さんに言いたいんですけど、私が、4が1強人、1強人の可能性もあるけどねって言ってるけど、私別に1番さんのこと強人って追ってないから、そこは8番さん、ちゃんと私の発言聞いた方がいいかなって思ってるかな。うん。現状、私はやっぱり3番さんがおかしいかなって思ってるかな。うん。5番さんね、と、7番さん、どうなる ?8 番さん。まあ、7番さんは6番さんへの精査が結構良かったかなって思ってるから、私は6が狼だと思ってるからね。うん、なんか、めっちゃシンメトリーに来た狼だと思ってるから、7は、ないのかなって思ってるかな。今日は6に行ってほしい。以上。5番のプレイヤーが発言します。出方で言えば、3、4目で出てきてる6番が真だと思ってるし、4番強人の9一郎かなって思ってて、1番さんが8番の黒を打んだったら、6番か9番かとして、4番に8番占ってもらえばいい話だから、なんかあえて8から釣るっていう強ムーブかましつつ、自身に白打ってる4番を釣りに来てるって思考で、4番は白結果しか出ないんだろうなってところで、4強人9一郎。で、4番の偽要素は、なんか今6番の3、4で見る視点が変って言ったけど、それって何視点？四番がもしスムラでそれを言うならわかるけど、対抗の6番に対して、6番で言ってること変なって主張は違うし、まあ、少なくとも4番さんって3番の強人を追ってて、なんかその3番の強人を追うのが変だっつって6番って4、3って追ってるわけだから、なんか4番の6番への新下げが、ちょっと新っぽくないなって思うし、やっぱ4は偽なのかなって思うので、8番白いのと、やっぱ1番さんの思考が一番おかしいかなって、8番から2って思考は。うん、だ強人を装って、進路を伸ばして占われたくない位置にも思えるので、4番強人、9路、6進路と思う。ただ9番から行くってわけじゃなくて、やっぱ締めないから4番から行きたいな、僕の思考です。4番で黒が落ちる可能性もあるんで。まあ、なので、僕は6、9、4だったら、4番から釣りたいのと6番が死んだと思ってる。小太郎さんありがとう。臨場位置ではあったけど、明らかに5番言わなかった。6番のプレイヤーが発言します。まず 1周目において 3、4進路を追った理由って、狼ってライン切りするときに黒要素として足りえない要素でライン切りしがちなんですよ。で、僕は6番、僕は3番さんのことを3番が、ヘイト買いたくない狼っていう要素で3番さんを怪しんでましたけど、4番さん、4番の3釣り押しっていうのが あまりにも不当な理由だったから、だからこそ4さんのライン切りがあるんじゃないかっていう視点を落としましたが、2周目の3番さんの意見を聞いて、まず9番が 8白っていう時点で、9さんロードないと思ってて、8番って3、4人狼の視点を持ってた人物だから、9が8白っていうのは3級だったら3を釣ってしまうような、白位置だから9、3もないと思っていて、2周目において3番が4を釣りをしていることから、3、4も見えにくいから一番省けるのが2周目になって3番かなって今思ってます。で、1番さんがなんで6進に見えてるのに8行くっていう視点になるのかっていうのがめちゃくちゃ強靭に見えてるから、1強の4級ローローもあると思ってます。ただ強アピしている人狼って可能性もあるから、1番さんの発言はまあどっちにしろ人外かなって、なんか8釣りはなくないと思ったんで、6進に見てるなら、だから、まあ、すり寄られてるかもしれないけど、5はあんまり疑ってはないかな、現時点でって。7が、6が3、6の3が、3叩きが不当っていうなら、7番って6を釣り寄せばいいし、なんか7番もヘイト買いたくないような動きをしてるなと思いました。4番いきます。7番のプレイヤーが発言します。そのヘイト買いたくない動きをしてるって家に6からヘイト買ってますよ。4番が狼の時に5、6がライン切りしてるのか、両方白なのかは分かりませんけど、6番さん言ってる子3番に求めるんだったら6番がまずそれを提示してからって言ってますから、
そのヘイト買いたくなるなんて意味わかんないんですけど、4番が俺絶対 100% 偽だと思ってるんで、俺は4番投与しますね。あとさ、占い師の人に言いたいんですけど、新郎郎のやめてもらっていいですか。ちょっとひろゆきっぽくなっちゃったけど、白結果がもし見えた場合は占い絶対釣り切るので、新郎郎じゃなくて新郎郎でグレンに一郎いた時の考察してもらっていい。9番さんは、まあ視点が定まってないのは1番なんですけど、まあ6番が今言ったローンはまあわかるな。3が狼の時であんまつながりが見えないんですよ。4番は3番6番とか追って9番が蚊帳の外になっちゃってるから絶対4番人外だなと思うんですけど、6番が3番4番狼だって主張して5番を怪獣しに行く時って、怪獣じゃねえ、5番を評価する時って2周目3番がグレイチにいた時って結構厳しくない？視点180度変えないと3番って、6番って3番投資せざるを得なくなっちゃうから、4番の見てる視点がおかしいし、まあ、9番の8白の予想も、まあ、6番その通りだなと思った。現状6番か9番に芯がいるかなと思うから8番は白でいいかなと思ってる。まあ、5番がね、唯一引っかかるのは1番は視点はおかしいんだけども、1級ロー4強の時ってさ、9番1番1番って囲ってくれてることを9番が分かってて、占いかもしれない、8番に白出すんかね。盤面上9 1ロー4強って見えるんかね。で、1、6だった場合も、6って占い師をする前に1が8番でしょって言ってるから、1、6も見えないんですよね。8番のプレイヤーが発言します。まあ、結論から言うと、私も5番さんが怪しいと思ってるんですね。これは仮定の話を言いますね。もし1番さんが役を持ってたら、8番釣りって別に納得なんですよ。私、村人陣営なんですけれど、1番視点で役を持ってて、8釣りっていうのであれば、まだわかるんですよ。ただ3番さんが一番釣りたいってなると、3番さんが役持ってる可能性が出てくるんですね。そこに関して5番さんが一番を釣ろうっていう、あ、一番が人外目だっていうのは、3番さんが役を持ってて5番さんがもしかしたら評回収してる可能性があるんですよ。だから私は5番さんがこの、盤面的には5番さんが一番黒いと思いました。3番さんの評価回収もしながら8番の評価回収もできる、6番が死んだという主張を述べていることから、そういう観点から5番さんが黒いと私は感じているんですね。7番さんとは全然、内容は全く違うんですけれど、ぐらいですかね。だって1番さんが役持ってたら8番釣りって別にあれじゃない、皆さん視点の中で飲める発言だと思うんですけれど、3番さんはその1番さんに対して役があるに、あ、役が一番ありそうにもかかわらず一番が黒字く言ってるんですよ。でもそれは5番さんも乗っかってるのが違和感なんですよ、そもそもが。5番さん視点だと 3-1 どちらが役持ってそうなんですね。にもかかわらず一番に関して釣り押すのがちょっと違和感ですかね。私は9-6どちらかから行きたいと思ってます。以上です。狼釣りたいと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。はい、現状本線 5-6 っぽくは見えてるんですけど、まあ、4がローの時は 3-4 とかっていうのはありえるかなって思ってて、6がローの時に3は弾けるかなって思ってます。それは7番が言った通りの理由で、で一応白崎の8番に説明しておくと、3番は1番を釣りをしてないですね。3番は4番を釣りをしており、1番は8番を釣りをしていたっていう構図ですね。だからまあ3、4だった場合は見過ぎが発生してるんだけど、単体で気になるのが5番なんだよね。5番って9、1ロロ追ってたんですけど、9、1ロロの場合って1番が8番を、まあこれどこと1番がつながってたとしてもの話なんだけど、1番がローの場合って8番を釣り寄すよりも6か9を詰めさせて、せっかく4番が、まあ1番がローの場合っていうのは4番強人だとしたら6のローつけてるから9番を釣りをして、で6番、4番に8番を占わした方が楽じゃねって思うんですよね。4番強人が見えてたとしたら8に黒打ってくる可能性もあるわけだから、だから1番が8を釣りをした構図っていうのが狼コードにあまり見えてないんですよね。8を黒塗りするんだとしたらコスパ悪いし、結局黒塗りできない位置になってくるから、4番を釣るんだとしたらね、だから1番のコードが狼コードには見えてなくて、で1番人外だ、人狼だって言った3番に関しては視点合わないし、まあ、5に関しては9-1ローローの理由がすごい希薄だったなって思ってるから、で6の出方からして4よりも6の方が狼らしいかなって思ってるから、本戦 5-6 含めて7が真っ当だなって思ってます。全プレイヤーの発言、その疑いにはどんな根拠がある。
1、4、2、9、3。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。芯釣りました、村が芯釣りました。これ5狼だって、5狼で9が5に白打ったら結構きついかなって思ってるかな。なんで4の芯切れたとか、8番は6、9から行きたいって芯言ってるけど、4の芯って終えてるんですか？なんで4行かないんですか？4に行ってる、7、5、6。ああ。1番が多分、どうなんかな、1番。3も6行ってるし。いやー、これ5段じゃないかなって思ってて、なんか5って、なんか、なんか6を真に見る視点が、なんかちょっとすり寄りに感じたからっていうのも、まあ確かに5の視点は一応人外に見ててっていう視点は近かったけど、なんか5が結構すり寄りに感じたから5を占おうと思ってたんですけど、もし多分9が5白打って5が人狼だったら結構きついかなって。あーマジか、なんで俺釣られたんだろう。まあ、さっき言った通り、3って一番つながらないと思ってて、3球も4、3もないと思ってるから。いやー、これはきついよ、村が。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ6、3か、5、6かな。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。結果は黒じゃない、白か、白か。4番さんは8、あ、8角白か。で9番ご白。俺5番ローじゃないかなと思うけどね。9一ローローってないけどね。4番が1囲ってて9出ないから。5番さんが怪しいから6いったね。それか、3番が釣られそうで6が出てきたか。で、8番が3、4ローローないって言ってたじゃん。8番が3、4ローローないって言ってるから、8番って3番狼追ってないから、6って8白打ったんじゃないかなと思ったんだよね。だから6かなと思ったんだけど、6白か。いや、5番が黒いからな、これ。どっちから行こう。俺目線、4画廊の時多分1とか釣れると思うから自分白打たないと思うんだけどね。いや、ちょっと俺5番さんが黒いから9から行こうかな。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ4番さんが新境地だと僕は思ってるんですよね。4番さんが新境地だと思っていたから6番の色見たいなと思って6番投票しました。まあ、6番白だったんで、まあ、結構芯の度合いは高いかなとは思ってますけど、4釣られると思ってたよな俺の票だけじゃ足りひんやろなとか思いつつ6番入りました。で、今日は9-4で釣り切ってくださいね。占いは進行提示としては9-4は釣り切りで、俺ね、9番が狼だった時はつながる位置5番7番あたりだと思ってて、
あんまり9-1は見えてなくて、9-3もあんまり見えてない。これは6番の、言ってる内容かと全く一緒で、で万が一僕が勝手に4番が神教だと思ってるだけで4番が狼だった場合は、4番狼やった場合ってね、でもね、今回こんだけニセニセって言われてるから8番に白で隠し白作りに行く必要性がないと思うんだよね。だからやっぱり4番って、でも強靭でもそうか、4番神、ちょっと4番が真なのか6番が真なのか9番が真なのか僕はまだ完全に分かってないので、この後グレー同士の殴り合いになると思うんですけど、とりあえず占いは釣り切って、明日の情報更新とか今回の一周の話をみんな聞いて、まあ、精査頑張ってください。僕ちなみに1番はあんまり狼やと思ってないです。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあ1狼がないってことは、4強、まあ違うか、一郎四強はないってことね。まあ一じゃあ村で置いてるってことね、二番さん。いや微妙だな、どっちも四も九も占い一。俺もね、五番さんはね、一日目の二周目黒いなーと思ったんだけど、それで九が五白でしょ。四番も四番で八に隠し白作るメリット、なんで4番って俺占わないの？俺占い師じゃないの？4番さん。占い3仕様なんですよ。進路、今日なんですよ、大体。進路路ってあんまないからね。うん。進路路なんて俺人外が弱いと思ってるから。うん。となった場合に、グレーの3番って全然路あり得る位置よ、4番さんって。4番さん目線、9、6対抗で出てて、で、8白作ってるんでしょ？ 4 目線。八黒なんて落ちないでしょ。9、6の打ち明けが、強人と、ローで、狼で。で、8がラスール。ないでしょ。なんで8占い ?4 の新面もねえんだけど。うん。って思いますけど。はい。4番さん、8占いの理由教えて。はい。4級の話聞きます。まあまあまあ、ローラーかな。うん。そう、9番も9番で5占いの理由を教えてください。うん、8占いの理がマジでない。以上。4番のプレイヤーが、いや、8占いの理がないって言ったの、3番さんとか5番さんとか7番さんが、私がニセって言うからね。私がニセって言うから、そしたらまあ隠しを作った方がでかいかなと思って、もし8が人、8って役ないことしかしてたから、まあ、人狼の可能性もあるから、あの隠し、私がね、ニセって思われてるから、うん、それで私は、8番さん、うん、隠しろにした方がね、いいかなと思って8占いましたよ。だって3番、5番、7番、全員私が隠しろにした方がいいかな。そしたら私って間違える未来しかないでしょ。うん、そしたら隠しろ作る方がでかくないって思ってるけど。なんで8占いの2がないのかわかんないかな、そこは3番さん。うん、8番さんは、ま、良くないことすかしてたかし、うん。8番さんが、うん。8番さん、私は人狼には見えなかったけど、隠しを作った方がでかいでしょ。そら、私が2に設定。もうみんなから言われてる中ね。うん。そっちの方が理由あると思いませんか？うん。少しでも隠しを作れた方が目線がスッキリしやすくなるからね。うん。で、私目線も9番さんのローが確定したんですけど、うん、どうなんやろうね、まあ、5級のライン切れとかもあるんじゃないのかな、まあ、初日から5番さんが私、無人戦2席行ってから、か初日、うん、そこで、4ローで9強か、やっぱ9番8、8やらせてもらってかっこいいに行ったんだろうな、うん、5番さんってなんで私の芯がないのか、そんなに言ってるのちょっとわかんないかなって思ってるから、5、4かな、まあ、とかあるんじゃないのかな、1番さんが言ってる通り。で、私が、ね、うん、一番さんが占いないとこ好き、に打ったって、それってめっちゃ不当に思ってたけどね、ランダムシールだからしょうがなくないって思っちゃったけど、今日は9番さん行ってください。以上。5番のプレイヤーが発言します。まず7番さんに言われた、9-1だったら9番占いで出ないって言ってるけど、4番の出方って1番が占いないのすかして4番が1白で、結構スライド目とかだってあったはずなんだよ。だから9番が人狼なら絶対出るだろうし、その4番9番が出てる状態で6番が人外ならなおさら出ないんじゃないか、だから6が真っていうのが僕の精査で、8番に関してはちょっと精査が行き過ぎてると思ってて、1番が8殴ってるから1に役目ある、その1番を殴れてるから3に役目があるから、5番が1番釣りをしてるから3番の票を得たい5番狼って、もうめちゃくちゃ思考がちょっと
別に論理として正しいけど、それで5番の人海だって追われてんの、ちょっとあまりにもおかしいから、ちょっとそこ正してほしいんですよ。普通に3使用盤面で8番から行きたいよって言ってる1番の視点が一番おかしいじゃん。なおかつ1番さんって4番が、4番が偽だって言ってんだよ。4番が偽なのに8番の狼追ってるって考察の落とし方してたんだから、普通に発言だけ聞いてたら1番がおかしいだから、そこ釣り寄すのって当たり前だし、で1番視点 5、6で見たから6投票、じゃあ3番は何と思って6投票なの、5番がおかしいの分かったけど、どうやって5、6追ったの、その思考の開示がなかったから、で、6から釣るってありえないと思ってるの、3勝目で出てる占い師。だから1か3、どっちかがラスロー。で、9、1、ローローか、3、4、ローローかだったんじゃないのって思うんだけど、普通に。4、1、ローローもあるし。で、騎士が潜伏してんだから、9、あのね、陣外って黒打てないんだよ。わかる。もうこれはもう6がだよ、普通に。どっちでもいいよ、9でも。7番。のプレイヤーが発言します。まあ6が死んだろうな。8番もさ、あれ9の発言って9絶対投票集まんないからさ、なら4投票してほしかったけどね。4番さんってさ、3の黒要素どこ行っちゃったの。今日になって5番9番とか追ってるけど、もう絶対初日4釣りたかった。でね、いや、その分かるよ。1は、その、じゃあ、進路路なんだって占いから手かけたらいいし、進路強で8が黒いと思って8釣りなのか、進路路を追ってるのに8釣りなのか、もうわけわかんなくなっちゃってるから、そこはね、発言矛盾だなって思っちゃうけど、いや、俺が思うのは9、1路4強とかさ、で1、4路もないと思って、1、4路でさ、8番黒ですねって喧嘩売ってんだよ、9番のシーンに。それもないと思ってるし、6白めくれた今結果でね、言ったけど6番8番白打つ前に1って8球でしょとかって言ってたから、それ壊す8白も打たないだろうしって言ってるのに、これは盤面精査ね。それは発言でっていうのはわかるけどさ。まあ、ちょっと一個気にしてた3番さんね。3番さんはなんで6投票なの。4番と9番両方占い帳おかしいって言うけど、あなた6投票してますけど、4番からあれだけ殴られてなんで4投票しないの。8番のプレイヤーが発言します。んそこかつ8番が4番行ったところで釣れてなくない。7番さん今日絶対4番さん行きますね。私は 100% 4番さん行きます。え、そこ ?7 番さん3番さんの指摘ってそこじゃなくない。絶対そこじゃないと思いますよ。6番投票とかじゃないと思いますよ、引っかかる点って。9番さんが5番占いした理由聞きたい。7番さんそこじゃない。3番さんの黒要素って9番さんってめちゃめちゃ5番さん疑ってたから6投票とかじゃなくない。いや5番さんの意見分かります。すごく真っ当だと思います。今日の発言はすごく。ちょっと待って、3番さんのクルーソってそこじゃない。9番さんが5番さん占いを教えてって妥当だと思いますよ。9番さんの5番占いって7番さんそこじゃないんだ。ちょっと7番さんから村人マーク外すか、ちょっと怪しいな。まあいいや、9番さんの発言聞きます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。なんか2番さんが、4は新強だって言ってましたけど、なんか4番を強靭で置いてる人が多いんだったら、なんか6の新、9ロー、4強っていう形に見えるかもしれないですけど、4番って8番に隠しろ打ってる時点で進路位置だと思いませんか。自視点は4番ロー確定なんですけど、視点更新してくださいね。
4番が強靭だった場合っていうのは、8番に隠し路を作るメリットが何一つないんで、4番狼ですよ。ですよね。俺が強靭で4番の席に座ってたら絶対8黒打ちますけどね。2攻めで追われてたとしても。だから4番狼持ってくださいね。で、俺は4、3か4、7かなって思ってて、7番って初日は結構言ってることまともだったんですけど、4番狼が分かった時点で、で、5番の白が分かった時点で、結構4番ってむちゃくちゃ2攻めに追われてたと思うから、だから、4番が結構釣られる流れになってたんじゃないかなって思うんですよね。自分はまあ6番が狼かなと思って6番に投票する意思を示したわけですけれども、自分が多分釣られないかなって思ったんで、ただ、4番に票が集まりそうな段階下で、例えば、6番に投票して、4番の黒が見えた場合って結構しんどくなると思うんですよね。だから心理的に狼って4番に投票したくなる、身内切りをしたくなるんじゃないかなって思ったから7番が浮上したっていうのと、今日の発言はまあ8番が指摘した通り、まあ、4、3が4、7かなとは思う。全プレイヤーの発言が終了。私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。キヤバンさんがローなんですけど、まあ人狼ってね、相方1含めるからね、93か97って、43か47って言ってるから、相方1は3か7だと思いますよ。うん。で、他の人にヘイト変えたくない武器するからね、人狼って。うん。だから相方1含めてる可能性が高いから、うん、3か7だとは思いますね。おばあさんね。おばあさんって私のこと、見せって思って、なんで急に言ったのか。号泣のライン切りとかもあるんじゃないのかな。まあ、1と8は隠し路なんで、そこを弾いて精査してくださいね。3、5、7で争ってくださいとしか言えないですね。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これもう、ネグチョウ受けるかな。おやすみなさい。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。三四郎、まあ、とりあえず占いはローラーしましょう。あと隠し路が8番しかいないか。一個気になったのがさ、4番のさ、1と8が隠し路って言ったけど、1番って隠し路なん？ちょっとごめん。3、4、5で8番が隠し路はわかる。6が8、4、9。じゃあ9が死んだった場合ってのは、46に1郎がおって、ラスウル7っていう目線だね。だから7番3目線9に接ってなるよね。9番が、ちょっととりあえず9番釣りますけど、9に接軸で考えた場合、46やっぱ6が死んだんかな。7番さんの発言聞いて、9が死んかどうかちょっと、9番釣りますけど、はい、7が死んだったら、7ロー、4日目か7番に行こうかなと思いますけど、はい、難しい。1番のさ、初日8番から行くっていう思考よくわかんねえんだな。
あ、4強の1ローラスールとかもちょっとあるんじゃないか。5番のプレイヤーが発言します。3時点で1って感じですね、僕は。で、なんでかっつったら、やっぱ3番って1番のその8位行くのおかしいって言うんだったら、絶対初日って4投票だよ。4投票なのに、まあ、6番に行ってる理由も今日も話さないし、で、8番の言葉借りるわけじゃないけど、9番ってかなり5、6を追ってたから、3番の中では、この5番、占った理由って9番から汲み取れてもよかったはずなんだよね。4か9に芯がいると思って6に投票してるわけだから、そう汲み取れないのは3番のクレオスかなと思うから、3、4かなと思ってて、なんちゃなんで3、4で見て9投票してるんだって話は、まあ、ちょっと今となった意味ないけど、1番がなんか5、9とか追ってるから、僕どっちでもいいって言ったから9番から入れてる。で、9強4ローだと思ってて、9番昨日試行開示で4番が8番の白を作れてたから4番人狼でしょって言ってたけど、その思考を持つ人物って3周目で6番が出てることから、なんだろう、6番が強人には見えなくて人狼に見えるはずなんだよね。で、9番ってそのなんだろう 5、6って挙げてたけど、なんか5、あ、ごめん、ちょっとこれおかしくなっちゃう。ちょっとごめん。おかしくなっちゃった、この考察は。まあ、どちらにせよ6が死んだと思ってるってことね。で、4ロー9強で見てるってこと。9、4、3かな、ちょっと1番。7番のプレイヤーが発言します。正直ね、2日目においてね、5番は違和感なかったんですよ。で、黒市に浮上してきたのが圧倒的3番で、今の発言もすごいおかしくて、7番の発言を聞いて9番が真かどうかっていうんだけど、9番が真だった時って1番も含まれるから、9番が3番か7番だなって言って1番に触れない、多分1番白付けしてるこの人。で、まず9番が真だった時って4番狼分かってて、4番7番追うのがまずおかしいから、4番7番追うのおかしいから、初日からの7番の発言聞いてて、2日目もなんで4投票できなかったの ?8 番さんって言ってる。7番、4番おかに見えるわけないから、もう9番の新規で、まあ、4番も初日から7になかったから、6番7でも釣ってると思って何度も言うけどね。まあ、8番さんね、発言、俺発言伸びるから、伸びる人にはそれ相応のね、レベルの高いコストもお求めになるんでしょうけど、別に3番が9番が5番の占い理由を聞いたこと、それもおかしいよ。それもおかしいけど、俺は3番の6番投票の方がおかしいと思ってるよね。3番って結局4番を何で見てるの ?4 番って3番狼ロックから外れてないよ。初日強人だって言って。で、2周目だ。1周目強人っておいて、2周目それが狼にすり替わって、で、2日目なぜか5番狼に変わって、3番のクロスどこ行っちゃったの ?4 番さん状態だから。この発言をしてる4番、7番に見えてる9番絶対おかしいから。俺の発言ちゃんと聞いて、3番釣るわ、俺。最終日3番釣る。3番の今の発言おかしいって。7番か1番にラストウルフいるって、いやいやいい、もうその柱とかも信用しないから、はい、8番のプレイヤーが発言します。え、柱ってできなくない？今9番芯だった場合が柱可能ってこと？サマさん。え、どういうこと ?7 番さんも柱飲めないってどういうこと？全然意味わかんなかったけど、今、7番さんの答えもわけわかんなかったけど、さんまさん柱してるんだら7していいんじゃない？ねえ。9番死んだと思って3番さんが釣り飲むってことっしょ、うん、今の発言って。だから3番が村だった場合は100、9番2世だった場合は100負けですね。3番さんの責任を全部乗せるか。まあ、最悪1番さんが方向転換して9番釣り持っていくかですね、最終的に。まあ、もし9番さんが、3釣りでもいいよ、1番さんも3釣りでもいいよって言った場合は9番さん行きましょう。で、もし9番さん、1番さんとも釣り飲めないよっていう話であれば、3番さん、自投票お願いします。これ、釣り飲めないよ、正直3番さん。ここで柱は絶対にありえないですよ。
ありえない、ありえない。ですかね。ありえない、ありえないですよね。どう考えても全視点で。9番のプレイヤーが発言します。まあ俺視点は、まあ飲んでもいいけど、ただ5、8が17の精査間違えないっていう前提ですけどね。俺が噛まれる可能性があるんで。うん、3つった場合って、多分上市ヒット俺になるんだよね。だから、3を釣って一覧の精査ができるんだったら俺は別に3釣ってもいいと思ってる。ただ俺は占い結果をまあでも今日俺が釣れたら一緒だからね。3釣って俺噛まれて多分俺7だと思うんだよね。ラストウルフ7番がなんで47に見えるんですかって言われたんですけど俺は4番とラインを切ってるとか別にどうでもいいんだよね。5番、6番が4番の芯を切るような発言を初週からしていて、で、7番の位置で4番かばった方が7番って浮くから、だから7番の位置だった場合って5、6の後だったから、4番の偽を追わざるを得ない状況だと思うんだよ。4、7だったとしても。で、昨日も言ったけど、狼の心理として4番の芯がほぼ切られてる状況下で、多分4の黒が見えた時に6投票してる人物って目立つと思うんだよね。だから、相方っていうのは4に投票するのが無難なんじゃないかなって思ったんだよね。ただまあ単体で怪しい3番占ったんですけど3番白結果だったんで多分7だと思う。3を釣るんだったら石7精査ちゃんとしてね。俺は7だと思ってるけど俺が噛まれる可能性が高いから。1番のプレイヤーが発言します。9番いきます。俺も3だと思ってる。3、4、ロー、ロー、9強、6進だと思ってる。俺一周目8番さん狼で追ってたのね。8番さんが3、4、ロー、ローは見えないって言って、6に言ってて6釣り寄さなかった時点で、なんで3、4、ロー、ロー見えないなら6を釣り寄さないのかが違和感あったんで、俺は8番黒いなと思ったとこを、9番が8白打ったんで、ああ、これ8、9だって思って初日初釣り。で、言ってて、6番が8白打ったんで、ちょっと自分目線わからんくなったんよね。うん、で、3番さんが初日に4に入れるって言ってたのに6に変えてるんよね。その視点がおかしいから。で、まあ自分は9番が5を怪しむ視点がよく、良かったんよ。5番さん目線19とか追ってたよね。4強の19とかありえないから、5番がおかしいから、その6番って5に突っ込めないとこがおかしかったから、これ5、6あるなと思って俺6投票したんだよね。で、6は結果白でしょ。で、なると強人がさすがに3周目に出ない6進。で、9番って怪しいとこばっかり白打ってる。うん。だから俺は3だと思うね。3、4、ロー、ロー、9強。それか、まあ3級もあるんかなとは思うのは、まあ、8番さんが3番さんの狼追わなかったよね、1周目。だから8に白打った可能性。まあ、とりあえず9行こう。全プレイヤーの発言。私は悪人ですって？もう、怒りますよ。9番のプレイヤーが発言します。え？1番さんに聞きたかったのが聞きたいというか、まあ俺と3番の形勢なんか聞けないんですけど、3、4、ローローの9強を追うんだったら3釣りでよくないですか？だって1番が村で3、4、ローロー9強の場合って3番釣ったら終わる可能性ありますよね。で、最終日に3に行くって決めてるんだったらわざわざ俺の釣りを挟む必要性がなくないですか？1番下で、ワンチャン終わると思ってるわけですよね。で、3で終わらなかった場合に1は9と戦うっていう思考だと思うんですけど、なんで9からなのかなっていう順番が変だなって思ったっす。7も9か。7番してもそうならん？俺釣る意味ってなくない？だって噛まれるかもしれないんだよ。3番にしか行かないっていう思考だっ
ったときに、俺を挟むメリットって何なの？3番のプレイヤーが発言します。はい。あの、この村、あの、柱チャット、あれですよね。はい。いつしてもいいっていうルールなんで、柱チャットしました。俺は5番、7番、8番どうだったかな。9番の占いの理由がわからんっていうのに、今日も触れなかったという理由で、57から俺はロックオンされてます。はい。1番さんからもロックオンされてます。はい。なので、柱チャットしました。1番ってさ、9番の偽要素、拾わんかったん？ 9 番って、三四郎持ってるんよね。で、ラスウルは7番だと思うっていう。出現レベルでしょ。うん。9の芯なんてないんだから、5の白も村も俺は外せると思ってる。うん。だから7も村かもしれんし、ラスウルかもしれんし。はい。俺釣りいいっすよ。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。実施点って3番を釣って3番を全員が最終日に行くっていう場合って3を差し出して自分が噛まれるかワンチャン噛まれなかったら自分地点での黒い地との対抗になるっていう構図だから、だから3番を釣ってもらった方がよくて、で、なんでなんかなって思うんだけど、3、4ロールを急強陣で追われてるんだったら4って客観目線で8番に隠し城を作っていることから進路位置なわけですよね。で、6番シーンで4番を、4番、え、村視点で6番シーンの時って、4番狼、旧強人ですよね。え、旧強を追って3、4ロールっていう場合って、3って言った方がよくねって思うんだけど。で、俺シーンだから、全然3番差し出してもいいわけですよ。最悪俺が噛まれた場合っていうのは17精査してもらえばいいし。だから、3、4ローローの9強を追ってる視点で9番になるの、理由がわかんないから。だから1番はなんで3釣りじゃないんだろうっていうのもあったけど、7番も俺投票なんだよね。単体精査では7番の方かなとは思うんだけど、3番釣りでいいじゃんって思うんですけど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。けました。昨夜は1名の方が出てきました。1番のプレイヤーが発言します。あっち神か。昨日3番行かなかった理由は、この3級ロールもあるんだよね。3級ロールの時3行っていいんだよ。だから9番が芯取ればいいから、そこでもう3番柱したんじゃないかなと思っても9行った。まあ3だと思うけどね。3番ちょっと対抗上げてほしいかな。俺7番あんまり狼追ってないの。初日の2周目の5をロー追った視点が良かったよね。まず4強の9、1ローローってやっぱ普通追えないから、そこを7って指摘して、6番がそれ指摆してないよね。それ6番死んだった時指摆するけどね、さすがに。そこ指摆できてない。6が偽だと思って俺6投票して7指摆できてるのが心情がいいから、まあ3番さんは初日4に行くって言って6に入れた理由聞きたいかな。
俺はちょっと5、6に見えたから初日6入れて、4番さんに入れた理由はなんか、隠し色にしたかったとか言ってるけど、狼狙ってないから。だから4に入れた。で、9番1怪しまずに3か7怪しんでる視点あったんで、4の方が、ローっぽいから4入れて、まあ9番が3白だったらちょっと、新目も7のローはなかったらないから9つって。まあ3だとは思うけどね、俺は。8番も3怪しんでたし。3番のプレイヤーが発言します。俺4番を強靭で見てたから、6球に、1ローおると思ったから、やっぱ黒落としたいから6番からいった。はい、それだけです。対抗ね、俺1番だと思ってる。1番ラスウルだと思ってる。9番の2要素なんで拾わなかったんかなって思ってます。はい、もう一回言うと、9番が死んでた場合に、ラスウルは7だと思うっていう発言出ないんですよ。うん。1番がそこで9番偽だって言うのはおかしいんですよ。うん。だから1番黒い位置が1番かなと思ってます。初日の8釣りもおかしいし。だから、9偽の6進定した場合に4級偽のラスウル1かなと思ってます。はい。4級の内訳は分からんけど、4強、まあ、さっきの何だっけ、6番の視点、7番だっけ、4強の91ロロもしくは、41ロロの9強とかじゃないかなと思ってます。はい、陣外さんチャンスですね。ああ5も7のも、3に行くっていうんだったらイージーゲームですね。はい、そう思ってます。5番と7番の黒要素ね、隠し色いないんですよこの村今現状。6進だった場合ね、うん、5、7、1、3、あっちが騎士か。はい、まあ5番と7番の、俺の指摘は真っ当だから、まあ、一番おかしいから一番かなと思ってます。以上。5番のプレイヤーが発言します。紙考察すると8番だけが7番を疑えてるから7番の仕業でもあると思ってるし、僕は7番か1番で考えてて、3番のなんか気になる点いろいろとあるんだけど、もし3球だった場合に3番が実に飲んだって勝てるんだけど、9番は噛まれ懸念をめちゃくちゃしてたから強靭として3で囲えなかった場合に噛まれる可能性あるから嫌だよって言ってる強靭か、もしくは進化って視点で、ただ6番の強靭3勝目もちょっと見づらくて、うん、ちょっと微妙なところなんだけど、6進9強4ローで置いた時でも4-3だった場合で3番って地釣りって飲めないから、自動票まで出てきてる以上3番弾けたんだったら1か7に置かない4-1ローか4-7ローかなって思ってるんだよ。まあ3の言うその9番視点で1-7で7ってなるのおかしいっていうけど、まあ9番は1と7の比較で7って言ってるから、1か7。1か7。7番っていうのはまあずっと思考はすり合わせておられているから、狼だった場合っていうのは僕は7番の黒目って拾えてないんですよ、正直。ただね、すり合わせ行われてるかなってあって、上地考察とかした場合に、7の黒を終える。で、1番の黒も終える。うん、4番が1しよう、占いないところにしようったっていうのは分かるんだけど、そうした場合って4-7でもあるし、4-1でやってる可能性もあるんで、僕は3番にはいかないです。もう1か7で考えて。7番のプレイヤーが発言します。5番ちょっと3の白要素を上げてじゃあ。3番ってあなた6番投与した理由を永遠求めてるんですけど、村は。なんでずっと答えないで、急の人外要素を拾えたのにそれをって言ってるけど、急のその何だと思ってたのにいつだっけな、2日目に言ってるんであれば3が4投票してるのおかしいんだよ。2日目の9番の発言でそれが7だと思うって確か言ってた、2日目で言ってたよな。であれば3の投票位置ってそこで9番の人外要素が拾えたんだったら4投票しないんだよ。9なんだよ、5番。5番さん。だから発言と投票行動にマジ矛盾ができてるのね、3番って。
で、言わないでしょ、6投票した理由で。言わないんだよ、3って。なんでずっと言わないの？真っ当だな、5番、7番の3の指摘が真っ当なら、なんで6投票した理由言わないの、この人。なんで？ 5 番、5番。なんか票合わせようかなと思ったけど、ちょっと無理だわ。ただね、俺1に投票する気がないから、1は釣れません。はい。5番が村なら言っときますけど。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票を釣れます。3番のプレイヤーが発言します。はい、17、あー 5番、7番、大丈夫、狼じゃない、大丈夫ですか。はい、じゃあ使用ないってことで、1番でいいかなと思ってます。そうだな、あ、ちょっと待って、もう一回さ、投票にしてもらえません？ちょっと5日目もう一回話したいです。はい。で、俺は、7番さんの票が欲しいのか。7番さん、もう一回整理させてください。6番行った理由ね。はい。ちょっとこれ、5日目ちゃんと話しますんで、はい。投票位置ずらさずに、もう一回お願いします。はい。そのぐらいです。5、7、狼仕様内だったら、はい。1番らするかなって思ってます。わからん、マジで。5、7。うん。潜伏してるかもしれないし、57に。はい、わかりません。1番。やっぱ7のローな。7はもう2周目から考察が伸びてんだよね。まず5番の4強1級ローローってもうほぼないから、4が強字に1囲ってたら9が出ないから、その考察出した1、5がおかしいから、そこを叩いてんだよね、7って。で、6はそれ5を叩けてないのよ、その考察を。でそこを9番が指摘してるから、俺は6つったのね。5、6折った時点で。だから9締めがあったから6でロー落ちると思った。で、9強靭で折った理由なんだが、俺8番が3、4ローローない。ってなるなら6叩けるはず、叩けてないんよね。で、一番怪しいとこを囲った9強。あると思った。でね、やっぱ3番さんが考察伸びてない。で、まあ、7番さん5のローなら一回放棄でいいと思うよ。5番もちょっとやっぱおかしいから、9、1追ってるのが。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム、ああ、よかったよかった。村人陣営の勝利です。もう、ああ、サンキューローローか。やっぱ8番が3番狼追わなかったから、白追ったんだね。ああ、危ねえ。7村だと思ったからもう任せました。でも1の最後のさ、7に投票放棄促すのめっちゃ村じゃない？うん、だもう7番に任せた、それで。いや、5番さんの一気用な黒いよ。6番さんそば指摘できたら入れてないけどね。いやでもね、6番さん視点だと5番さん良くなるの分かるんですよ。だから私9番さんが5番真っ先に疑ったのもめちゃめちゃ狼だなと思いました。いやだってある4強の9、1ローローって普通追わないで。まあ盤面的にはあんまりないですよね。8番さん騎士ですか？
あ、騎士でした。あ、やっぱなんかフラットにしようとしてる感じがめっちゃ騎士に見えてて、いや、8番さんが3、4ロール見えないっていうなら6つ利用していいと思うけどね、あれ。いやでも釣り寄さなかったからヘイト変えたくねえんだろうなと思って。3、4からもヘイト買わないからね。3、4ローローに見えないって言ったら3と4からもヘイト買わないし、6叩いてないから6からもヘイト買わない。1周目8番さん騎士に見えてたから、たくまさんが8番釣りって言った瞬間に、たくまさんめっちゃ強勢に見えた。ああ。いやだから最終盤面の時にもう一回グッチョブ言う、私が騎士ないの透かしてたら、あ、騎士ないの透かしてたら1357に騎士がいるって狼思うから、どっか噛むかなと思ったら正直に8噛んできたから、あっと思って。てか7番さんのね、3番が6番投票してる理由ってめちゃめちゃ分かるんですよ。だって3番って6番にだけは入れれない人物の発言してたから。そうだよね、シン殺しに行ってるよね。シン殺しに行ってるのは1と3だけか。1と3と8がシン殺してんだよね。いや、僕はただ6番の色が見たい。6番の色が見たい人で。いや、私は6番さん入れてないですよ。ああ、1、2、3が6入れてんだ。